皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。先日福岡に行ってまいりました。博多駅の目の前にあります広場で博多だけど沖縄祭りが行われまして、その野外にありますステージで私が演出しておりますルンルンバルーン琉球舞踊のステージを、沖縄での公演が今度あるので PR のために行ってまいりました。駅前ということで多くの方がご来場いただいたんですけれども、皆さんオリオンビールを飲んだり美味しいウチナームンのねそばを食べたりしながらステージをご覧いただきました。私たちもね博多に行って博多の皆さんと交流できたのも嬉しかったですし、その短いステージをご覧になって今度沖縄に見に行くよと言ってくださったお客様もいらっしゃったことがとても嬉しかったです。さあ沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は株式会社アレックス代表取締役会長穂釜明さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。穂釜さんは1954年生まれ、恩納村のご出身です。東京デザイン専門学校を卒業後、東京での勤務を経て1979年に株式会社アレックスを設立。県内の文化施設や商業施設、ホテルや観光施設などの設計や施工を手掛け、沖縄のリゾート関連の企画に力を注いでいらっしゃいます。さらに穂釜さんはロハスの普及にも熱心です。ロハスというのは英語のライフスタイルオブヘルス&サステナビリティという、私のちょっと怪しい英語なんですが、健康で持続可能な生活様式を重視することの略語で、健康と地球環境への意識の高いライフスタイルを意味するそうです。穂釜さんは平日は那覇でお仕事をして、週末は東村で過ごす生活を20年前から実践しています。そんな穂釜さんが今年5月に本を出版しました。タイトルは、なぜ世界のお金持ちはこっそり沖リゾを楽しむのか、沖縄が世界トップクラスのリゾート地なんだという沖縄の魅力を多角的に書き上げています。今週はその前編のおしゃべりお届けいたします。どうぞ。思い出してました。穂釜さんとお会いしているのはね、約20年前に、して僕はその時にパーマカルチャーという言葉と出会って、そうですね、オーストラリアの、マレニーという村に行くと、パーマカルチャーという言葉はパーマネントとアグリカルチャーをこの造語で、そうですね、訳する言葉で言えば、農的な暮らし、農的なライフスタイル、それがこう永続可能なとなっていく、はい、永続可能なとなっていくとが伝わりましたね。それでそれを沖縄帰ってきていろいろ研究したりこう勉強してたら、やっぱ穂釜さんにつながっていって、穂釜さんそれも実践するんだって始めておられたんですよ。そうですね、ヤンバルでね、ヤンバルでね、ずっと今もやってます。22年間になりますね。もうね、今も馬たちいますけども、あの馬たちは元気、はい、元気で、東村のあの空間ですごく元気にやってますね。海岸もあるんだけども、でも丘の上で ね降りていくと海岸もあって、何坪の空間ありますか？1500坪以上あると思いますね。そこにサラブレッドがい、そうです、縁があって嫁入りに来たそうですよね。はい、そうです、そうです、そうです。でお婿さんもいます。今馬って寿命どのくらいなんですか？25歳から35歳ぐらい、人間で言えば70歳から90歳ぐらいですよ。おばあちゃんになってはいるんですね。そうですね、でもね、馬の場合は死ぬもう直前ぐらいまで働くって言われてるんですね、ですからすごく元気です。今の方が穏やかで安心してますけど。名前なんて言いましたかね？カルメンです。カルメン、そう、はい、
岡間さんとカルメンの心のつながりの話を少ししてくれませんか。そうですか。どうです。二十数年前にね、ヤンバル人生に大きな影響を与えたでしょ。そうですね、大きな影響を与えてますね。彼女たちがいなかったら、馬がいなかったら、ヤンバルの生活は続いていなかったと思いますね。那覇で、それとあとパーマカルチャーですね、この大きな出会いですね。岡間さんは那覇で泊まりにオフィスもあって、ここでもうバリバリ仕事はそうです、ウィークでして、そうです、そうです、で金曜の夜からやんばる行くという生活が始まったのがもう22年です、はい、あの馬たちの話、はい、そうですね。でその 馬たちがやっぱりいるために、 馬はねやっぱり人間がいないと生きていけないもんですから、やっぱり世話をしなくちゃいけないんで、だってあの馬たちは本当は広大な北海道の、そうです、それこそあの牧草地帯で生きていくようなことの習性のものだったんですけども、そうです、そうです、それをやんばるで僕は一緒に馬と一緒に生活してみたかったんですね。それをまあ夢を叶えたというか、一生懸命彼らと一緒に調教したりコミュニケーションたくさん取りましたけども、その前に彼らの食生活をこう賄ってあげるのはこれ大変でしょう。そうでもないですよ。犬って1万円ぐらい使います、月、大きい犬だと。そうですか。多分それぐらい使うと思うんですけど、うんうん、同じぐらいですね。いや食べるものも違う、それはね買ってきてという感じだけでもいかんだろうと思うんですが。そうですね、それはたまにデザートみたいな感じで人参をあげたり、それから、まあ、青い草は、うん、放牧の場所があるんでそこで食べてますから、普段はちゃんと輸入した牧草があるんですね。海岸に降りて乗馬もしたりしてる。そうなんです。それで今のうちの馬たちはお客さん乗せて平気で海の中入っていくんですよ。沖縄の光景じゃないな、オーストラリアの光景ですね。そうですね、もうすごく優しいん でやっぱり暑いのが嫌だから、多分 海は大好きだと思いますね。あの時にそのパーマカルチャーという言葉であって、はい、これね、だから単にこの自然回帰の生活ではなくて、ちょっと説明を補足してほしいんですけども、はい、ここでしたよね、こう自然のシステムをしっかりこう理解して、すごく知識がされる生活の、まあ、生活のデザインという言い方をしてたような気がするんですよね。そうです、デザインということでデザインでしたよね、はい、でその伝統文化やその生活の様式にもしっかり精通をさせる、はいはい、その自然システムをちゃんと理解する、もう一つその現代のその、まあ言ってみれば IT だとか、はいはい、テクノロジーも上手に使うんだ、はいはい、そうです、上手に使いますね。これ僕は20年前というか、出会って、すごく感動した覚えがあるんですね。そうですね、そうでしたね。すごく健康的、そしてね、例えばそのすごくエネルギーの使い方だとか、うんうん、食生活で環境に負荷をなるべく与えないようにして、まあ、それでもパーマカルチャーっていうのは人間の欲望を過度に抑えないという ところも持ってるんですよ。ですから、まあ、結構自由な、岡間さんや僕らにも対応できるという意味のことで、すごく触発されましたよね。そうですね、特に、オーストラリア人っていうのはそのイギリスから移民してきた、移住してきてオーストラリアっていう国を作ってるわけですけども、その人たちが定住するようになったわけですね。しかも農業が主なんですよ。オーストラリアも農業国で 100% 自給してるんですよ。そういうところがやっぱり農薬を使わないとか、その激しくその汚染するようなもの、体を汚染するしたり、大地を汚染したりするようなものを使わないような努力をしてみようというのがパーマカルチャーの始まり、はい、で特にそれは、例えば戦前だと、まあ、日本で言えば江戸時代だとか、昔のアジア の農的な暮らし、うん、それを現代に持ってきてるだけなんですよ。思い出した、その学びはそこにあったんだという言い方をしてましたね、この創始者の読むとね、はい、そうです、アジアビル・モリソンという方ですけどね、うん、日本もともとあったじゃないかと。そうです、日本はもう江戸時代も、ね、最高のそういう、うん、パーマカルチャーしてたと、エコ社会なんですよね。それが食料の8割は入れなきゃいけない社会なんて言って、そうです、そうです、もう10何パーじゃないかなと僕思うぐらいですね、よそから入れてると思いますね。また沖縄社会もまさにそうなわけで、そうですね、そうですね。でも あの考え方20年前にあった時はすごくも衝撃でしたけどもね、うん、衝撃というのは実現やろうと思ったらできるじゃないかという意味で ね、身近にありますよね、うん、やれるということをね、ゆいまるを取ってみると、うん、向こうでは地域通貨がもう活発に行われているわけでしょう、うん、で銀行法が適用されるぐらい その銀行になってしまったというか、うん、地域通貨がね、
最近も行きましたけど、ちゃんとその銀行ありますね。僕も実はね、いやそこからヒントを得て、今市町村で沖縄でも地域通貨上手に使い切れないんだけども、うん、考え方でトライはしてるじゃないですか、トライすべきですよね、してるけども、まあ、やっぱりあそこまでやれてるとこはない、ただこう、はい、そこそ助け合い UMR の精神、地域通貨ってこの道具ツールなんでね、みんなで助け合うのにちょうどいい仕掛けを作れるかという、トライなんだけどね、僕は離島で試した方がいいと思いますね、小さな離島で、それは本当に支え合いになるじゃないですか。で、必要なもの、自分たちが必要なものはお互いにシェアする、こうあんまこうダブルものは買わない、機会もそれユイマールですよね、多分おそらく昔のユイですよね。だからこの地域通貨だけで通用する分、ここは、例えばお年寄りがね、隣近所の子供たちにね、草刈りを手伝ってくれという話とかね、なんか買い物行ってきてくれという話のところの地域通貨で、これ現金を日本円で渡すんではなくて、そういう空間のこういうその社会システム、トランスファーシステムって言ってますけど、ね、沖縄にもあるはずで、あったはずでと、あったはずで、ね、前もともとはね、20年経ってみてどうですか、まあ、沖縄社会という言い方にしましょう、あの考え方 どこまで来てると、やっとそのパーマカルチャーのことを真剣に考えてもいい時代追いついてきたんじゃないかなみたいな、でやっぱり今後の10年間って沖縄の変化って著しいと思うんですね、今後ね、今後の10年間が、だからこの本にも書いてあるんですけども、やっぱり今までの40年間我々復帰して、僕はちょうど復帰したのが高校3年だったんですけど、すごい不安の中で、過ごしてたのを覚えてますけども、将来のね、で今40年経ってみてすごいこうベースが出来上がったような気がするんですよ、大きなベースが。で今度の10年が一番変化する時なんだと思うんですね。そう見ておられますか、はい、そこで一番変化すると思います、ね、この沖リゾという本を、いやさっき伺ったら、はいはい、これ1年半前から構想を練って、そうですね、着手なさっていた、そうですそうです、すごくいい本、まず最初に言うと学生たちに読ませたくなる本です。ありがとうございます、ありがとうございます、とっても嬉しいです。子どもたちがやっぱり沖縄が好きになることが大事ですよね。で沖縄で働くことが大事だと思うんです。沖縄今人材不足を相当起こしていきますから、やっぱり、沖縄の人たちが地元で育って地元で仕事をしていって、こう沖縄を作り上げていくっていうのはすごく大事なことだと思いますね。そんな思いが強くて書き上げておられて、そうですね、タイトルは沖リゾート、まあ、沖縄リゾートというものの略語だと思いますけど、そうです、そうです、読んでみると、ね、やっぱ単なる観光本ではなくてね、沖縄社会の価値みたいなものを どういうふうに表現できるかということに挑戦なさってますね。そうですね、特にこの10年間の変化に対してどう我々うちなんちが、作り上げていく、対応するんじゃなくて作り上げていくのが大事だと、10年間というのはこれから迎える10年間、はい、そうです。でサビタイトルはね、アジア最高のリゾート地は沖縄だったと、そうです、これに気づいたという、はい、そうです、私そうです、はい、その沖縄が持つ可能性は最大限、これリッツカールトンの高野さんも、まあ、あの人は沖縄のこといつもそう、よく知ってますからね、はい、ピタッと来てるよということを言ってる、お金持ちは沖縄に来てるんですか。来てる、こんなタイトル来てほしいなとも思うし、来てると思いますね、やっぱりこっそり来てると思います。で特にこれから枚数の施設ができたり、あとやっぱり空港の滑走路ができたり、いろんな出来事がこの10年間でインフラが、とてつもないインフラができていくと思うんですね、設備が。でやっぱりもうバリ、今負けてるとしたらバリぐらいだと思うんですね。プーケットはもう完全に勝ったんじゃないかなと思ってます、僕の中では。アジアナンバーワンがもう視野に入った、入ってます、もう完璧です、今競争のレベルに入ってるっていうか、そんな状況だったと思います、ね、この沖縄羅針盤コーラルラウンジにはもう11年やっていて、いつもこの空港に、ゲストを招くんだけども、一番私がこうなんていうかな、緊張を持って接するのは、沖縄の先輩で世界中を見てきた先輩という人が一番手強くて、どんな質問からどんな入っていこうかな、これ岡間さんまさにそうなんだけど、いえいえ、世界中見てきましたね。そうですね、あちこち本当にもう見てる、今でも続けてますけども、ずっと行きっぱなしですけど、世界中見てきて、で沖縄の価値を見て、この本に詰まって、そうですね、そうですね、僕は、やっぱり今インバウンドたくさん入ってますけども、ヨーロッパの白人の人たちが、ヨーロッパの人たちがどう沖縄を好きになって来てくれるかっていうのが評価の価値になると思うんですよ。もうそれがこの10年で勝負の年、そうです、勝負の10年になるんだろうと僕は思うんですが、私も全く同じです。
それがね、最初の話のあのパーマカルチャーだとか、この生き方そのものとかを議論してた頃の意味がこう問われてくるんだろうと思うんですよね。何か作ったとかいう話じゃないですからね、こっちはね。そうです、そうです、基本のものは揃ってきますね。揃ってきましたからね。今度はもうどう過ごしていただける、こう工夫をしてもらおうか。それで一番大事なのは、僕は琉球っていう文化だと思うんですよ。やっぱり海とか自然だとかはもう目の前にあるわけだし、それが施設も整ってくると。僕はそうじゃなくて、琉球っていうのをもう徹底して出していく、いろんな角度から、いろんな、スタイルでもいいと思うし、デザインでもいいと思うんですけども、琉球っていう文化をもうストロングカルチャーって呼んでますけども、過去10年、まあ、10年ぐらいでしょう、まあ、世界遺産に登録された頃からだと思うんですけども、琉球の文化と、それからこれはソフトパワーと呼ぶようになったり、これが最大限の武器になるぞという話は意識としてはできてきた、できてます、できてますね。ただ私たちは、例えばさっき言った復帰の時は高校3年だったんですけども、米軍の施政権下で27年間あったわけですよね、その時ってもう焼け野原から復興してきてるわけで、そうするとその時ってもう頭の中、世界一のアメリカに支配されてるというか、まあ、施政権下にあるわけですから、もう頭の中アメリカばっかり向いてましたよね、要するに歴史だとか琉球とかって全くこう頭の中になかった時代があったと思うんですね、空白が。そうですね、ですからそれは戦争で焼けたからなんですけども、でも琉球っていう国がいかにすごいところ、まあ、いいところなのかっていうのを理解することが、僕は沖縄を良くしていく一番大切な部分じゃないかなと思うんですね。この本にもそれがせっせっとにじみ出てますよ。あ、そうですか。本を作るにあたって考えさせられたのが、やっぱり琉球っていうのをも日本国としても沖縄県としても教育の中でほとんど出してないじゃないですか。ですから僕はそれは教育の中で本土の人たちにも琉球という国はどういう国だったのか、どういうふうにこうその、日本に組み込まれる前はどういうとこだったのかみたいなことを明確に、ね、もっと掘り下げて表現していくとすごく理解すると思いますね。どんな県の博物館行っても沖縄だけがまるで違うものを持ってるわけですから、日本という社会の中でも、その多様性を認めれる社会に日本もなってきましたかね。なってほしいですね。30年前は無理でしたよ。そうですね。一緒であると言った方が得策だというふうに、そうでした、思っていたわけですよ、我々もね。30年前は統一されているもの、確立化されているものこそ価値があると言われていたのが、今はいやいや違うと、個性的なもの、そして多彩な文化というのが実は価値があるんだというふうに、こうなんか軸足が変わってきましたよね。私たち沖縄も日本の一部ではありますけれども、かつて琉球王国だった頃に培った琉球の文化、ストロングカルチャーを前面に押し出して、世界のね、トップクラスのリゾート地としてこれから発展していくんじゃないかなと、こう夢が広がるお話でした。島田さんはお話を終えて、穂鎌さんとはパーマカルチャーとの出会いから始まってあれから20年、世界は進歩したのか悩ましいことばかりだが、今一度パーマカルチャーを研究してみる、そんな気持ちになったと、沖縄から発信できたらいいなということで、このお話の続きはまた来週お届けいたします。今週のコーラルラウンジは、株式会社アレックス代表取締役会長穂鎌明さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりでした。恵みのあしゃぎだよりのコーナーです。今日はミス沖縄2018募集のお知らせですよ。すでにね、2018の募集始まっておりまして、いよいよ、締め切りが今月いっぱい、9月30日土曜日、当日消印有効となっています。沖縄観光親善施設第37代ミス沖縄2018、沖縄の観光振興を目的に、県内外における、観光の催し物や公式の行事に参加して、
観光親善施設として観光の PR 活動、そして親善交流を行う健康で明るい教養豊かな女性をミス沖縄2018第37代として選出いたします。3名の方が選ばれることになってますけれども、スカイブルー、コバルトブルー、クリーングリーングレイシャスの3名です。実はね、私も先日冒頭でお話しした、福岡に行きまして、博多岳の沖縄祭りの会場でもですね、ミス沖縄2017の、スカイブルーの嘉数さんと一緒に、お仕事をさせていただいたんですが、とっても可愛らしくて、そしてとてもね、丁寧に沖縄のことをステージで、ね、現地の皆さんにお話をされていました。ぜひ皆さん、我こそはという方、今月いっぱいとなっています。詳しくはですね、ミス沖縄のホームページがありますので、そちらをご覧いただきますように。それからミス沖縄のフェイスブックもありまして、こちらでは日々のミス沖縄の活動なんかもね、紹介されてますので、ぜひちょっと興味のある方、まずはフェイスブックを覗いてみるというのもいいかもしれません。さあ、来年のミス沖縄、どんな素敵な笑顔に出会えるんでしょうか。私もとっても楽しみにしています。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田めぐみでした。それではまた来週。